大きな琵琶湖を中心に豊かな自然、深い歴史と史跡に包まれた悠久の地、古国滋賀。琵琶湖を一周する琵琶市の愛称は全国のサイクリング、ウォーキングの愛好家たちから親しまれ、滋賀県琵琶湖の代名詞として広く根付いています。最近盛り上がりを見せている自転車で琵琶湖一周琵琶市、今後の取り組みの参考にするため、世界最大の自転車メーカーとして有名で、健康的で環境に配慮した自転車文化を広めていく理念を持つジャイアント社の中村社長と、滋賀県三日月市森山の宮本市長が琵琶湖一周サイクリングを一緒に体験するとともに、滋賀県の取り組みを視察、森山市が実施中の路線タクシーの社会実験を体験し、滋賀ならではの自転車文化の創造に向けた意見交換を行いました。日本の中でしまなみ海道に続くサイクリング・サイクリストのメッカとなり、その起点・拠点として国内外で森山が知られるようになることを目指しています。路線タクシーは琵琶市振興の支援策の一つ、インバウンド観光の推進も地方創生で掲げており、滋賀県で増加している台湾からの観光客を取り込むことも目指しています。一番楽しかったのその漁船タクシーですか、途中まで行ってやっぱ船に乗ってと、いつもとやっぱ違うサイクリングのことができて非常に楽しかったなというふうに感じました。やはり多くのサイクリストが琵琶市を目指すとか、成人式のようにですね、もう皆さんが琵琶市やったかやらないかということをね、普通に語れるような将来が来ればいいなというふうに思っております。ぜひ滋賀県としても森山市から出発してぐるっと北湖を回る、また琵琶湖一周巡る、こういう自転車を生かした観光ですね、今後の展開につなげていきたいと思います。この道路、補修道路の歩道を多く走ったんですけれども、途中で歩道が途切れている部分とか、あと歩道の中の段差があったりですね、まだ走りにくい部分はたくさんありましたので、そういったものはまた県としっかり相談をしながら、走りやすい環境づくりについても共に取り組んでいきたいと思っております。この琵琶市に秘めている可能性というのはすごい絶大だというふうに思っています。しまなみ海道に次ぐ自転車の聖地になれるということも聞いておりますので、ぜひ琵琶市をきっかけにして、この森山市もそうですし、滋賀県全体が盛り上がっていくように、ぜひとも取り組んでいきたいというふうに思っております。